JR 東日本の指定席券売機を使って乗車券と特急券の購入方法について簡潔に説明していきます。北千代宮駅から東京駅までの列車を出発時刻で検索して、特急券、片道乗車券を購入してみましょう。お求めの切符の種類をお選びください。乗り換え案内をタッチします。次に出発駅は現在地、利用日時は現在時刻があらかじめ入力されていますが、変更することも可能です。変更する場合は、それぞれの変更するをタッチします。出発駅をかな検索により駅名を絞り込みます。絞り込まれた駅名候補から駅名を選択します。次に到着駅もかな検索により駅名を絞り込みます。駅名の入力が終了したら、乗車日を入力します。乗車日を入力したらば、次に乗車する時刻を入力します。目的地に到着したい時刻を入力することも可能ですが、今回は乗車時刻を入力します。乗車人数にも変更があれば、入力していきます。入力が終了したら、検索をタッチします。北千代宮駅6時41分の普通列車に乗り、水戸駅から特急トキワ58号に乗る組み合わせと、北千代宮駅から東京駅まで全て普通列車で行く組み合わせが検索されました。今回は水戸駅から東京駅まで特急に乗車する組み合わせを選択します。選択した列車で良ければ、購入する切符の種類を選択します。今回は特急に乗るので乗車券と特急券の両方を選択します。次に列車の設備を選択します。普通車というのは指定席のことを言います。グリーン車は普通車よりも豪華な座席のことを言います。常磐線での自由席は座席未指定券のことを言います。A 席や D 席といった指定のほか、座席表による座席位置の指定も可能です。今回は座席表から車両と座席をお好みで選択します。次に片道か往復切符かを選択します。今までの入力事項が画面に表示されます。ここで乗車駅や下車駅など日付も含めて誤りがないか最終確認をします。現金またはカードによる決済が終了すると切符を発券します。ご注意ください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。と効果をお受け取りください。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。